重光経済は、岡山県倉敷市出身の元バレーボール選手で、元女子競輪選手。倉敷市立津良島中学校でバレーボールを始める。同校在学中には、荒木恵里からと共に、岡山県中学選抜チームの選手として選出された。その後、修日高校へと進み、春の高校バレーとインターハイでいずれもベスト8を経験した。久光製薬スプリングスと、 大野石油広島オイラーズでプレーした後、2009年に現役を引退。引退後は、大野石油のマネージャーとなったが、その後、知人から女子の競輪選手募集が始まることを聞き、2012年7月開始予定の女子競輪を目指すことになった。2011年2月25日、日本競輪学校第102回生徒入学試験に合格。同年5月10日、 日本競輪学校に入学した。同校在校競創成席は6勝を挙げ、第23位。2012年5月1日、日本競輪選手会岡山支部所属の競輪選手として登録された。同年7月8日、慶王各競輪場でデビューし7着。初勝利は、同年8月6日の慶王各競輪場で挙げた。2013年10月22日付で、 日本競輪選手会静岡支部に移籍となった。2014年4月18日、前橋のミッドナイト競輪で、初優勝。2016年11月8日、選手登録少女。通算307,015勝2017年に入籍同年8月に第一市長女を出産。ありがとうございます。